far over the misty mountains cold to dungeons deep and caverns old we must away ere break of day to find our long-forgotten gold the pines were roaring on the height the winds were moaning in the night the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. Twenty-two fifty-five. Twenty-two fifty-five. すいません。Hmm. 2255子供たちのためにも自然を大切にしてください。 Twenty-two-fifty-five. 20, 20, Twenty-two-fifty-five.

自然を大切にしてください。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about aliens' road signs in the Libya desert, Africa. Before I talk about the sign roads in Africa, I'd like just to talk a little bit about thinking circuit. Dr. M. R. Bangar explains as follows it is a sort of a biological neural networks which are made up of real biological neurons that are connected or functionally related in a nervous system they are often identified as groups of neurons that perform a specific physiological function thinking circuit comprises with many screens that is to say total understanding screen thinking screen output screen bridge and initiator screen. These screens are connected to each other in a specific pattern or algorithm such as they can perform thinking process in the same way. This algorithm can be embedded in computer or robotic system. 人間の脳には無数の思考回路が組み込まれています。例えば何かそこにあるものを手に取るとき、どうやって取ろうかといちいち考えてする人はいませんね。自然に手が伸び、それを手で掴みます。つまりこうした思考回路、厳密には運動回路ということになりますが、そういったものが脳の中に回路として出来上がっているということです。こうした回路は様々な分野にあり、 それらは互いに密接に関係し合っています。わかりやすく言えば脳の癖のようなものです。似たような状況に置かれると人は同じように考え問題を処理し行動します。そうした思考回路が思考に応じて人間の行動を滑らかにします。またその方が楽だからです。例えば物書きの人は何か身辺で問題が起きると文章を書いて解決しようとします。あるいはひょっとしたら 暴力団と呼ばれる人たちは何でも暴力を使って解決しようとするかもしれません。それが回路、つまり思考回路ということになります。で、エイリアンにしても同じです。エイリアンのすることにはいつもある一定のつながりがあるのがわかります。長い年月を経てそれぞれに形が違うということはありますが、その向こうに思考回路、つまり癖のようなものがあるのがわかります。今日の物語は それについてのものですが、改めてリビア砂漠の謎のロープについてここで考えてみます。この情報は J.S.B. さんこと雪尾山川さんから当初もたらされました。が、今回友次さんから別の情報が付け加えられました。なんと200メートルの長さのロープもあるというのです。しかも山の中腹。写真で見ても険しい山の中です。 さらに驚くべきことに、今まで見つかったろうそくの端から端までは、850キロ、東京タワーから福岡までの距離とほぼ同じです。人間技ではありませんね。が、現地の説明によると、またまた宗教儀式のためという言葉が出てきました。本当にそうでしょうかで、私はこのろうそくを道路標識と判断しました。つまり、そのろうそくの向こうに エイリアン独特の思考回路パターンを感じたからですまだ確定的なことは言えませんが状況証拠は真っ黒ですでは画面を見ながら説明しますでまず友治さんが届けてくださいました写真を見ていただきますこれがそのろうそくです長さが2 0 0メートルあるそうです まあ、険しい山の中腹にあるということですね。こうしたものが山の中腹に書かれているということです。まあ、世界に残る地上への多くはですね、こうした山の中腹に書かれています。で、場所がですね、まあ、アフリカです。アフリカ大陸ですね。で、まあ、日本の大きさとは比較になりませんけども、その場所に、まず、まあ、友井さんがですね、教えてくださった座標の位置を。 位置に降りてみますがしかし、私が持っている Google Earth、これは無料版なんですけども、画像がはっきりしません。まあ、この辺りにあるということなんですね。で、緯度経度はここに示しておきますから、皆さん自身も確認してください。そしてですね、その、まあ、ここに、こまあ、このような、まあ、ろうそくがあるというわけです。まあ、ちょっとはっきりしませんけどもね、周りの線の形などから見て、そうかなっていう感じです。 で、これが、まあ、空から撮った写真なんですけども、この辺りにあるのがわかりますかで、雲の上に山があるのがわかりますね。まあ、こうしたところにこうしたろうそくが書かれているということですよね。で、検証しています。で、今までに、えー、雪を山川さんの情報も合わせまして、4箇所でこのろうそくが見つかりました。で、順に左から、これが、あの、ともさんが今回教えてくださった、 あろうそ,くですそしてあと3つは雪を山川さんが教えてくださいました同じようなろうそくがあるわけですねでまあ大きさは右の方はですね4 0ル前後あるいは5 0ル前後というふうに考えてください、まあ、こうしたろうそくがあるわけですねでこれは何かということですけどもまあ先ほど言いましたように道路標識であると判断しています でこの間の距離が846キロなんですね、端から端まで。それがちょうど、まあ、東京タワーから福岡辺りまでの距離に、距離と同じだということですね。まあ一見、なて言いますか、近いように見えるかもしれませんけれども、まあ、距離的にはこれだけ離れているということです。それで、労働サイン説について考えていますけれども、思考回廊がここに、まあ、出てくるわけです。まあ言うなれば、エリアの癖なんですね。 いわわゆるる、ま、る、あ、を考える時の癖が出てくるわけですで私はですね、このロウソクを見ていて気がついたことは、日本の前方後円墳とコンセプト、すなわち思考回路が似てるなということなんですね。で、まあ、前方後円墳もですね、方向、場所を示す、あまあ,あの、なんて言いますかあの、スポットだということですね。そして中央に円を描き、そして下にまあ四角を描くと。こうしたそのコンセプトがですね、 前方後円分と同じコンセプトであるということに私は気がつきました。同時にですね、1000、まあ、で、まあ、20円で囲むというようなコンセプトもやっぱり癖として出てきているわけです。もちろん、えー、いつ書かれたかわかりませんけども、互いの間には距離的な問題だけではなくて、時間的な距離もかなり離れていると思います。ですから、癖は癖として残ってい 残りながらも同じものではないということですね。で同じようなコンセプトで作られているのが、えー、アタカマの、ペルーあタカマのですね、三サ叉サの大食材と呼ばれているこの、まあ、地上絵ですね。これはあの岩盤に掘られているんですよね。一見、この砂、砂絵のように見えますけど、砂じゃありませんよ。岩盤にこのようなものが掘られているということです。ですから、えー、千年以上の年月を経て現在に残っているということになるわけですね。で、これも同じように、このポイントをですね、まあ、あの絵で隠しながら、 巧みにこの方向を示しているということですね。赤い線はナスカ。それから黄色い線はプーマプンクですね。そしてブルーの線はクスコを向いています。そして、ま、えー、っすぐ上へ行きますと南極です。というように、この、なんて言いますかね。これも他の斜面に書かれているんですけども、同じようなコンセプトですね。いわゆる、ま、思考回路が同じだということです。で、結論を言いますとですね、えーまあ、これが何であるかということはまだ確定的には言えませんけども、このように、ま、ほぼ一直線上に並んでいるということですね。で、何かを表しているわけです。 で、何か、まあもちろん方向ということになるわけですけどもね。で、この線を伸ばしてみますと、これがですね、まあ、北アメリカの南端あたりへ来るわけですね。まあ、いわゆるアステカ文明の中心地へと向かっているという程度にしか言えませんが、まあ、その疑いは濃厚であるということです。何のためにどうしてこういうのように4つ集まってきますと、もっと重大な意味が隠されているように思います。 ということで今日はともじさんからいただきました情報を一度整理してみました。どうもともじさん、それからゆきお、山川さん、ありがとうございました。バイ、フォーナー。Hiroshihayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.Today's story is about two candles In the Desert, in Africa. 今日の物語は友寺さんが教えてくださったもう一本のろうそくの話ですアフリカのリビア砂漠にあるもう一本のろうそくですでところで皆さんにはこんな経験はありませんか何か大切なものを土の中に埋めておくのです大切なもの例えば宝物です穴を掘り 宝物を入れ、そしてまた土をかぶせておく。が、それではその場所がわからなくなってしまいますね。それでどこかにその場所を示す、目印、つまり標識を置いておきます。二方向からそれを置けば、その宝物のありかがわかります。まあそんな経験です。私は今日の謎解きをしながら、頭のどこかでそんな経験を思い出しました。近くの寺の境内でそれをしました。 遠い遠い昔私が子供だった頃のこと私が子供だった頃の懐かしくも楽しい思い出ですアフリカのリビア砂漠には2本のろうそくがありましたでまずその場所へ皆さんを案内いたしますこの星印のところがそうなんですねでここに まあ、ろうそくがありました。という話なんですね。で、このろうそくの話については、続くビデオの中で詳しく説明します。これはろうそくでした。トムジさんがそのように名付けられました。リビア砂漠のろうそくです。まあ、この丸の中に囲まれた奇妙な模様なんですけども、この模様はですね、 まあ縦方向といいますか、今のこの写真の中ではね、方向を示しています。で、この、まあ、この場合はですね、2つの上下に丸がありますね。それをつなぎますと、タッシル・ナジェールへとつながります。まあ、この辺り全体をですね、タッシル・ナジェール国立公園と呼ぶのだそうです。まあ、ともかくもう広大な場所なんですけども、その一角に、例の壁画があります。まあ、この線をですね、今の線をまっすぐ伸ばしますと、 この黄色い線に沿ってですね、そしてタシル・ナジエルの中の、そしてその壁画へとやってきます。この経度・井戸はですね、ユネスコのまあ公式の経度・井戸です。で、これがタシル・ナジエルなんですね。で、この辺りにまあその壁画があるというわけです。まあ、こうした壁画なんですね。で、この壁画なんですけどもね、まあ、明らかにエイリアン、宇宙人、宇宙からの来訪者ということになります。 で、もう一本ですね、ともさんが、まあ、リビア砂漠に、ろうそくを見つけてくださいました。で、先ほどのキャンドル A とします。これは続くビデオの中で詳しく説明します。そして中央がタシルナジェル。そして、キャンドル B ですね。で、この、まあ、こんなところにもこんなろうそくがあるよ、と、まあ、ともさんが掲示板の方に書き込んでくださいました。で、早速調べてみましたが、驚きましたね。 まあ感激したと言った方がいいんでしょうかまあこのタシル・ナジエル。その前に、まあ、タシル・ナジエルの場所を今もう一回示しておきますと、これがタシル・ナジエルです。まあ今日の主役ということになりますね。で、ここにはまあ、前回も皆さんに紹介しましたけども、何やらと言いますか、まあ遠回しな言い方はやめます。エイリアンが描かれています。人間ではありませんね。人間ではありませんね。 人間ではありませんね。人間ではありませんね。まあ、これを人間というのであれば、よほど想像力の欠落した、まあ、楽しくない人ですね。明らかにエイリアンです。で、空にはこんなものも描かれています。そこでキャンドル B の方へ皆さんを案内します。で、これがタッシル・ナジエルです。 で、右の方に丸があるのが、これがキャンドル A ですね。それから、同じ距離のところにキャンドル B があります。まあ、この場所ですね。はい。ともさんはこれをキャンドル、まあ、ろうそくと名付けられました。もう一つはここを見てください。タシルナジェルです。そして、左にあるのが、まあ、西ですね。キャンドル B です。で、まあ、東にある、右側にあるのがキャンドル A です。 で、キャンドル B が、まあ、ちょっと見にくいかなっていう感じですけども、これから、まあ、そのキャンドル B を皆さんに紹介します。え、距離はですね、共に96キロなんですね。タシル・ナジエルっていうのは中心部の、まあ、国立公園を言いますから、こうした多少のエラーでのものと思われます。で、これがキャンドル B なんですよ。皆さん、こういうことがあるから、本当にまだまだって言いますか、楽しいですね。 未発見のなんて言いますか、謎が地球上にはゴロゴロしているんですよ。これがキャンドル B です。ね。これをろうそくと言ってもですね、もう誰もそれを否定することはできませんね。キャンドル B です。そしてそれがですね、こうしたやはり丘の上に、ってますか、斜面に、まあ、石を並べて描かれているということですね。こうした場所なんです。 で、キャンドル A へ、もう一度戻ってみます。まあ、ここにキャンドル A があります。右の方ですね。右の方にあります。で、少し中央にずらしまして、キャンドル A です。で、拡大してみますと、ここにキャンドル A があります。まあ、石を並べてね、あ描かれています。で、このキャンドル A。小さな丸と大きな丸がありますのでね、 その間にこう2本の線がありますけれども、それをつないでまっすぐ行きますと、いわゆるまあタシル、ナジェじルと、まあ壁画の方へとつながっていくわけです。で、比較してみます。これがキャンドル B です。まあ、西側にあるキャンドル B ですね。そして東側にあるキャンドル A です。まあ、これでキャンドルということになりますね。糸系とはここに示しておきますから、皆さん自身でまた確認してください。で、この両者を比べてみますと、 同じであることはわかりますね。同じなんです。大きさが20メートルと26メートルの、という、まあね、その中の円の、えー、直径がそのようになっています。そして間の距離は191キロですよ、皆さん。東京タワーから、まあこの辺り、下のね、黄色い線が191キロの、まあ距離です。お前先あたりまで来るんですね。静岡県で言えば。で、何かがここにあるということになります。まあ先ほど言いましたように、 えー、右の方にキャンドル A、中央にタシルナジエール、そして左にキャンドル B です。そしてそれぞれが、まあ、直線で構成されているということでですね、その直線を伸ばしてみました。そして、まあ、右の方からキャンドル A の黄色、そして左の方からキャンドル B の水色です。その交点。何かがあるぞっていうふに私は思いましたね。そしてこのクロスポイントです。何かがある。何かがある。何かがある。 宝物があるというふうに私はですね、まあワクワクしながら、この、まあなんて言いますか、公典を見ました。そしてここを見たんですけどもね、何もありませんでした。が、しかし、しかしですね、その辺りはこういう景色なんですね。で、まあ写真拾えだけ拾っていましたけども、写真の数そのものが少なかったんですよね。しかし、諦めてはいけませんね。その東側,東側20キロのところに、 アファーラがありました、まあ。観光地になっているみたいですね。これがアファーラと呼ばれて,ばれている場所です。そこにはこんなモニュメントらしき石が建っています、まあ。ここを示しているかどうかはわかりませんけども、このあたりには何かがあるということになります。私は子供の頃にですね、こんな遊びをしました。土の中に穴を掘って、 そして、その中に宝物を隠しておきました。そして、土をまあ埋めてですね、そして、その場所がわかるように、二方向から、矢印を、目印を置いておく。という楽しい楽しい、まあ、思い出を今日は、こう、謎を解きを、を解きをしながらですね、思い出しました。皆さんにはそんな経験ありませんか楽しいですね。夢とロマンを持って、 そして世界の謎に挑戦していきましょう。ということで、続くビデオどうかご覧ください。バイ、フォーナ o ウ !Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.Today's story is about strange circles named Solar tomb near Tikobawin, Algeria in Africa. What are they? What are they for? Here it's my pleasure to show you how I usually solve mysteries in my videos, which might help you understand my ideas and theories better. 動画もナンバー1650になります。で、今日は謎解きの手法というか、どのようにして私が謎を解いているか、その裏話をします。つまり私が日頃どのようにして謎を解いているか、その手順、つまりプロセスを話します。普通謎を解き始めるときというのは、頭の中は空っぽです。 謎というものはそういうものです。最初から答えが分かっていたら謎ではありません。だから頭の中は空っぽです。大抵の場合、謎が何であるか分からない状態で謎を解き始めます。例えば今日、こんな情報が届きました。掲示板の方に雪を山川さんが書いてくださったものです。アフリカの リビア砂漠に奇妙な円形模様があるというのです。で、私はその写真を見たとき、かすかですが、脳みその奥で何かが光るのを感じました。直感です。何かあるぞ、とです。謎解きでは、その直感が重要です。ひらめきです。言うなれば、荒野を歩いていて、足元で小さな宝石を見つけるようなものですが、それが 直感ということになります今日はこの円形模様をテーマに謎解きに挑戦してみますその情報には場所つまり経度と緯度が書き添えてありましたその経度と緯度を手がかりにその場所を探しますがその経度と緯度は公開写真がある場所のものでした 円形模様の石とは少しずれていましたがその周辺を探すとそれは簡単に見つかりました円形模様は石を並べて表現したものでしたしかも丘の中腹その瞬間かすかな光が今度はビビビッと光りました頭の中で今まで調べてきた遺跡とつながったからです で、最初にひらめいたのが地理の地座にある地上絵です地座の地上絵も同じように丘の中腹に石を並べて表現してあります石といっても私が計算したところ直径が3 0センチから4 0センチ前後の大きさの石です中にはもっと大きいものもあります 簡単に持ち運べるような石ではありません。いたずら説もありますが、つまり、いたずらで描けるような地上絵ではないということです。この地図の地上絵は方向を指示しています。つまり、絵の中の点と点をつなぐことで、それぞれの遺跡への方向を示しています。この手法は、USA の ブラス・インタグリオスサーペンントマウンド、ペルーのサンサの大植台などでも用いいられています。それについての動画は別のところで紹介していますので興味のある方はどうかそちらの方でご覧くださいこの地座の地上絵と同じ手法で描かれた地上絵がその近くにもう一つあります アタカマジャイアンツと呼ばれる古代遺跡の中では最大級の地上絵です。この地上絵はギザのピラミッドの方向を正確に示しています。他にナスカの宇宙飛行士と呼ばれている地上絵もギザの方向を正確に示しています。さらに言えば UK のサンアッパスの巨人もコンボーのコンボーもそうです。コンボーは 正確にギザのピラミッドの方向を示しています。ギザのナンバーツーピラミッドからそれぞれに逆に線を引いてみるとそれがわかります。そこで私はチザの地上へとギザのナンバーツーピラミッドを線でつないでみました。これも直感のようなものですがこうした謎解きを毎日していると 直感というより、ジグゾーパズルのように謎が解けていくような感じで、それがわかります。この、まあ、チップはこのあたりのものだ、とです。で、その時も、ああ、ギザだな、と私は思いました。それで、ギザとチザの地上絵を線で繋いでみました。で、ビンゴーです。チザとギザのナンバーツーピラミッドを繋いでみると、先の アフリカの円形模様がほぼその進捗戦下にあることが分かりました。その瞬間です。あのワクワク感が起きてきました。というのも私たちが神と呼ぶエイリアンは決して無駄なことはしないからです。何か意味のあることをする。で、その意味は何か。ワクワク、ワクワク。この ワワクク感が大切ですそのワクワク感が私を前へ前へと引っ張ってくれます。でもう一度リビア砂漠の円形模様に戻ってみました。確認のためです。というのもこうした地上絵の中にはいたずらも多いからです。先に挙げた地座の地上絵にしても 一部の学者はですね地元の人たちがいたずらで描いたというふうに主張していますがいたずらではありませんそれについても後で簡単に説明しますがともかくもまず地盤固めです。ここで少し話が少しわ脇道にそれます私は同時にその近くにある円形模様のことを思い出しました 以前調べたときには、いたずらかもしれないと思い、そのままペンディングにしておいたものです。地座の地上絵から真西、27キロのところにそれがあります。やはり石を並べて描かれたものです。この円形模様を円形模様 X としておきます。久しぶりにその円形模様を見て驚きました。 アフリカにある円形模様とコンセプトが大変よく似ていたからです。私が言うコンセプトというのは共通性のことを言います。例えば同じ画家が描いた絵は全く別の絵であってもその画家の絵とわかります。そういった共通性のことを私はコンセプトと呼んでいます。 そこで何らかのあるいは何かの関連性がないかを調べてみました。こういう時役に立つのが林博史のライン理論です。でその円形模様から地座の地上絵に向けて線を引いてみました。地座の地上絵の中にも同じような円形模様がありますがまたまた驚きました。なんと先の円形模様 X から90点 90.00度の基視角で線を引いてみると、寸分の狂いもなく、地座の地上へを直撃したのです。90.00度です。偶然ではありえない確率です。90.00です。またまたビンゴーです。つまり、円形模様 X は、地座の地上への方向を正確に示していたのです。 なお、地座の地上絵はサラーデ・コイパサザンの方向を正確に示しています。もう一度、地座の地上絵を見てください。左下に二重枠で囲まれた人物の絵がありますね。二重枠で囲まれているところに注意してください。これは日本の大占領マウンドのコンセプトと共通することですが、何か重要な意味を持たせるとき、エイリアンは二重枠で それを囲む癖があるようです。日本の大,大占領マウンドも二重枠で囲まれています。つまり、それがエイリアンの共通した思考回路ということになります。言うなれば、これは思考の癖のようなものです。これは重要だよという意味です。この地座の中の二重枠で囲まれた人物は、正確にサラーデ・コイパサザンの方向を示しています。 なおついでながら、ギザとアタカマのジャイオンとジャイアンツをつないでその新直線下にサラーデ・コイパサ山があります。サラーデ・コイパサ山は火星の環境と大変よく似た環境ということでよく知られています。NASA の火星探査機の実験もこのサラーデ・コイパサでなされたと言います。もちろん NASCA にはそのサラーデ・コイパサ山を,を示す 長大な滑走路があります。それについても別の動画で紹介しましたので、どうかそちらをご覧になってください。で、地盤固めの話に戻ります。アフリカの円形模様についてです。その円形模様は、先ほども言いましたように、ソーラーチューム、つまり太陽の墓と呼ばれていることが分かりました。例によって、例のごとく墓です。 考古学者の先生たちは何か得体の知らないものを見つけると何でも墓に従うようですね。がその多くは墓ではなく、後の人間たちが墓として利用しただけだと私は考えています。先に言いました大仙領マウンドもその中の一つです。それはともかくも少なくともいたずらではないと私は判断しました。直径は四十メートルほど。 書き方も地座の地上へと大変よく似ています。また Google Earth で見ると写真がその辺りに集中しています。その周辺は砂漠の中でも観光スポットになっていることもわかりました。そこで私は先の円形模様 X と区別するために円形模様 A と呼ぶことにしました。A というのはアフリカの頭文字を取ったものです。 円形模様 A、つまり円形模様アフリカはギザとチザの地上へ、もしくは円形模様 X とつないだ、ほぼその新直線下にあります。ただの模様ではありません。何か意味があるはずです。そこで役に立ったのが円形模様 X です。円形模様はチザの地上への方向を正確に示しています。90.00度という数字はそういった数字です。 決して無視できない数字です。その地図の地上絵は、サラーデ・コイパサさんの方向を示しています。とするなら、円形模様は、A はですね、円形模様 A は、どこかの場所を示しているということになります。私はそう考えました。そこで調べてみると、その円形模様 A には、上下があることがわかりました。円形の下の方に、2本の 短いラインがあることが分かりました。つまり、どこかの方向を示していることが分かったのです。で、その2本のラインの間から上方、上の方へですね、線を引いてみました。機種角が分かりますので、その機種角を保ちながら線を引いてみました。まあ、これも直感ですが、その円形模様、まあ、 A のですね、規模からして、さほど遠くないところに目的地があるはずです。が、またまたビンゴです。なんとその先には、あのタッシュルナジェルの遺跡があったのです。いつかマークしておいた目印が役に立ちました。で、今度はいつものように、逆にタッシュルナジェールから円形模様 A に線を引いてみました。 その線は円形模様 A を二つに割る形で貫きました。わかりやすく言えば、ここから先は私の空想ですが、こういうことです。つまり、ギザをナスカに向かって飛び立ったエイリアンは、その途中で円形模様 A を見る。その円形模様をランドマークにちょっと回り道。タシュルナジェールに立ち寄ったというわけです。 まあ、私はそのように考えるわけですが、そう考えると、とても楽しいです。ね。また、その楽し、楽しさがあるからこそ、謎解きもやめられません。つまりですね、円形模様 A は、タッシル・ナジェールの方向、方角を示していたのです。が、ここで終わったのでは、皆さんも、まだ満足なさらないと思います。さらに、別の謎は、 誰がそんなところに円形模様絵を描いたということですね。タッシェル・ナジェルの方向を示すランドマークということは分かりました。が、誰が、どんな、まあエイリアンですけどもね。では、どんなエイリアンが、誰がこんな模様を描いたのか、何のために。まあ、今言いましたように、もちろんエイリアンです。私たちが神々と呼ぶエイリアンです。 円形模様はランドマークです。あるいはその辺りに何かが埋まっているのかもしれませんがここではっきりしていることはこうしたランドマークは空を自由に飛び回ることができた一つもありエイリアンによって書かれたものであるということです人間ではありませんエイリアンですその証明までして初めて謎を解いたということになります が、その証拠そのものが、タッシル・ナジェールに残っています。壁画です。壁画として残っています。最後に、ここにその壁画を紹介しておきますので、皆さん自身で判断してください。いかがですかこの壁画を見てエイリアンだと思わない人は、それまで。 この動画を否定する前にあなた自身の貧弱な空想力を疑ってみた方が良いのではというのは言い過ぎですね。分かっています。だからあのイアインシュタインはこう書き残しているのです。大切なのは知識ではなく空想力だと。その空想力が私たちを未,来未知なるものに向かうさらなる原動力となります。ということで こうして私の謎の点と線のがですね、それぞれが有機的につながっていきます。いかがですかアフリカのリビア砂漠にある円形模様 A はエイリアンの書き残したランドマークでしたということになります。それがこの動画の結論ということになります。で、今日の謎解きはこれでおしまい。というか、 謎解きの手法、つまり、プロセスを、そのまま皆さんにお見せしました。楽しんでいただけましたか皆さんも、どうか、私のプロセスを参考に、謎解きに挑戦してみてください。コツがあります。どんな些細なことでも良いのです。何かおかしいと感じたら、それが、まあ、言うなれば、宝石に例えるならば、宝石の原石です。あとはそれを磨くようにして、 謎を解いていく。楽しいですよ。ということで、今日の話はこれでおしまい。それでは皆さん、バイ